ゲーだ。今、ヒューガー。クラスの全女子から分け隔てなく愛される男は頭でかいヤマト、カワです。今日は何？今日はドライブスルー。アムギのここ見て。俺と同じディーゼルのネックレスしちゃってる。キューバってそれ何のネックレスって聞いたから、ディーゼルのやつだよって言ったら、こいつこれつけてる。ヒューガーと一緒ならね、舐められないから。違う違う、そのさ、理由やめなよ。いやでも一つ懸念点があるのは、うん、人によってつけると違うねって言われる。まあそれは全部そうよ。文句言ってきたやつは、ヒューガーが全部オカマチョップしてくれる。だからオカマチョップするんだよ。リモートチョップ。本日の企画はですね、ドライブスルーを使った対決企画となっております。あら、ということで本日の企画、ドライブスルーでした。ほら、俺チームに分かれて、ヒューガが1個くじ引くとするよ。スターバックスフラペチーノ。はい。スターバックスフラペチーノ1杯って出るでしょ。そしたら、これ何枚もあるんですけど、これをね、1枚ずつ引いていくと。何が出るか分かんない。うん、で、まあ、引いて、スタバでしょ。同じようにスタバのやつも入ってる。だから2連続でスタバが出ればめっちゃラッキー。あー、なるほどね。これ3ミッション先にクリアした方が勝ち。例えば、スタバ出て、マック出て、スタバとかだったら、そのドライブに時間かかる。めんどくさいよね。まあ、それは俺は選べないから。あ、運転技術。これ、走行中は揃って3つで、初めてお届けします。3つへ全部やばい。一番最初の中もう、はい、そんな感じです。勝利しちゃいます。あ、俺出ていい？目の前で残虐性のあるトリピ、これ信頼性のある5人だからできる。そうだ、トリシャーシャー。あたしな、あたしだった。俺言ってみるもん。さっきなんちゃって。アムギリうど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 う。おお、変だよ。ちなみに僕昼にカツ丼食べちゃいました。いや、うわ、その状況クーリングオフ。すいません、クーリングオフでやってます。うわ、ヤマトユーマか。うわ、マジで迷う。これはえぐい。消えすぎる、ぶっちゃけ。楽なのね、多分ユーマ撮った方が。で、あんまカメラ回さずに休憩でタバコとかせんのよ。ヤマト撮った瞬間、長回しだから。おい、ジャンケン撮って俺撮る。ヤマト言えた。おぉ、やった。ちょっと待って、そしたらまずいわ。本当にアムギリ取るとこうなるわ。よしよし、どっちの状況でもきついっす。うん、やばい。チャーリーシャー。あーあーいらない。負けた方はこれめっちゃきつい罰ゲーム用意してます。インスタグラムで負けたチームで負け組ですって毎日自撮り更新。じゃあ負けたい負けたい負けたい。おお、負けたい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 に負けたいってあったチーム。勝っても負けてもやるよ。ほらやるんだ。ブルル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 ル。はい、ということでチームワニオカマコンビです。ふぅはぁ。じゃあもう早速引いてガツガツやっていきますか。そうだね。こちらを取ろう。言わんでいいよ。全然ね。スターバックスフラペチーノ3杯終わった。ちょ、お前何やってんの。じゃあ何やってんのっていうか、お前の苦手が次来たら俺行こう。よし、お前飲み行こう。フラペチーノ3杯よ。行ってくるわ先。いや、始まりましたね、ヒューガ君。そんな感じなの今日。あ、ごめん、無理だ。俺運転してるから今回食え。やばいよ。じゃあさ、あれにしようよ、マジで勝負してさ、負けた方食う。あ、待って、変なのか。あ、じゃあそれまでゲームで決める。飯目分けゲームで。数少なかった方。飯目分けっこゲーム、イエーイ。はい、チームユータ。はい、じゃあね、とりあえずもうくじ引き引いていきますか。1個目、じゃあ最初俺引くわ。あ、終わった。ケンタッキーチキン3ピース。お前3ピースって12個36個ちげえな。どういうピースだ。あれ、それ3ダース。違うよ、1人1ピースってことでしょ。あ、じゃあ結構余裕で。え、じゃあもう行くか。飯目は結構ゲーム、イエーイ。グリーン。いや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 こぶた、たんこぶ、ぶっつけ。よっしゃー、ぶっつけ。つきました、ケンタッキー。船なしケンタッキーを3つで。はい。お願いします。誘われて ガーリックワンピース頼んでしまった。はい、じゃん、買ってきました。いただきます。うん、まあうまいけどって感じやね。え、じゃあ全部食べ物。いや、そりゃそうだろ。お前何、これ食べ物以外に何をドライブするさ。ガソリンとかかぶった。ごめん、今ユータが完食。
違う違う違う、ちょっとさ、マジな質問なんだけど、この長年ユーマと付き合ってきてちょっと疑問に抱いてたことなんだけど、ユーマって本当にツボ短いよね。うちはお前本当に笑ってないでしょ。これはユーマ本当に笑ってるだろうなって思ったのは、うん、クリスマスの、うん、あっちゃんの NG。 いらっしゃいませ、レスティンいかがでしょうか。ほらマガオやん。だってお腹いっぱい。おいしい。ねえ、なんか俺がひねくれてんのかな。おいしいって思ったら普通の会話や。高校生がよ。おはよう。おはよう。あのさ、俺今日朝飯食ってないんだよね。やばくない。へえはまだいいよ、うん、無関心っていうボケがあるから。マジでやばくね。がキモ。あ、それはキモ。わかるわかる。入り込んでんのに中身ないと思う。だからそれお前今やってたからだ。これちょっと。じゃあ行くよ。これ言うとうまいよ。ちょっと食ってみ。ほんと？できたてだよ。大将にそうか。一つミッション達成。よっしゃ、これうわー、悪魔悪魔。マクドナルドハンバーグ系5個俺が3つ食う。やば、もういっちゃおうじゃん、うん、こっち超楽しいやん。以上でお願いします。いただきます。乾杯とかしようよ。こっちうめえ。うまっ。え、抹茶うめえやん。めっちゃうまいと抹茶がうまいがかかってる。とりあえずこれを飲まなきゃいかんと。飲み切ったらくじが引けると。その前にちょっとあの俺寄ってほしいお店あるんで、あの青缶右っすね。お疲れ。助っ人のボンです。イエーイ。おいしい。うん、ということでね、助っ人のボンに来てもらいました。どうする、ありかなしか、うん、俺らで決めよう。せーの、なし。足なし。足言うてるやんお前。青足やんお前。あ、足とや。ゼフってこと。いや、それは赤足でしょ。赤足のゼフで白足の。白足の銀。無理無理、これおもろくなんないノリだわ。ボン君ちょっとこの後ね、一緒に仕事あるということでね、まあ、ついでに参加してもらいます。よろしく。よろしく。お、ボン早っ。お前もうボンねえよ。混ぜてるだけやん、ガキ。混ぜ混ぜしてるだけお前。やめて、やめて、ヒカルやめて。俺の大学の友達、ヒカルやめて。ヒカル君のね、頭でかい写真、こちらになります。カシャ。あ、ボン飲み終わった。引こう。飲みました。行くよ。シナプスの暴走、これ。マクドナルドハンバーガー系3個。よっしゃー。よし、じゃあまあ行こうか、行こう。じゃあせっかくなんで、イントロクイズ。おお。で、ボンが歌ってくれるから、俺対ヒューが。俺めっちゃ。なるほどね。もう冒頭の歌詞に行く。冒頭の歌詞超うまいよ。じゃあ超うまいってなんで行くよ。歌う側が言え。歌の超うまい。こんな雪。来い来い。はい、カスコミ、クズしね。言いすぎだよ、一問で。で、なんか、オカマっぽい歌いだし。こんな雪じゃねえよ。言っとくけど、ボン、学校で2番目ぐらいに歌うまかった。うん。看板をしょってどうぞ。夢ならな。レモン。はい、カスコミ、クズしね。でこ。はい、バカ。おやろ、よくそんな短い悪口いっぱい持ってかってこいよ、これら。夜中に。コゼカスカスデブ、オカマカスカスデブ、オカマカス。今ちょっと張りすぎてたね。張りすぎて香水張りしてたね。香水以外来たらドタマタしてて、お前栃木行ってたよ、お前。そのドタマだって栃木だ。俺栃木でタイマ撲滅運動しちゃうよ。栃木で。お前の脳内のアップルミュージック弱。何それ。何それ最後の問題はちょっと覚えてみよう。オッケー、何でもいいよ。でこ邪魔して耳全然聞こえてね。コマくんに電話入っちゃってるよ。どうなってんの。どうなってんの。バッファローじゃねえか俺。まあ、ハンマーヘッドデーコやお前。誰がハンマーヘッドデーコや。誰がハンマーヘッドデーコなの。マックシェイク森永ラムネだって。マックつきました。あ、じゃあハンバーガーもう一つで。森永ラムネのマックシェイク M サイズを3つ。お、M3 つ。ラムネの M。やべえ、買っちゃったよ、プライベート。やばいよ、僕ちょっと楽しんじゃってますよ。乾杯しますか。今日の企画、勝てない可能性、これ一切ない。ずっと思ってたんだけど、一切ない。そんな好きじゃないでしょ。乾杯の時に。なんか恥ずかしがってる節ある。僕は意外とそうっすよ。いや、ユーマはね、そんな気がしたんだよ。で、やばくない？ハンバーガー5個食えって言われて、お前、普通に好きなもの食おうと思う？朝飯から油物一発目入れて、これはきついわ。アメリカって、やっぱやめ、絶対喋んないよ、もう。アメリカってのさっき言ったら、殺される気がした。やめた。言って言って。アメリカの子供たちってこんな生活してんのかな、みたいなこと言おうとしたけど、言わなくてよかった。寸止め。おい、出ました。アムリル節、寸止めですね。やりすぎてますよ。今日そろそろ僕たちも飽きちゃいますよ。いや、俺はそんなつもりはないんだけど。食えよ。あ、やばいやばい、結構きつくなってきた。当たり前だろ、お前グランなんか食いやがって。いや、食べれなさ、食べてるとめっちゃお腹いっぱいになるわ。なんでやねん。はい、聞いたことないな。今でも、なんでやねん。コテコテに言ってましたよ。うん。
いやいや、その後に聞いたことねえわって付け足した。いや、待って、お前らまだ履き違えてるな。全然伝わってないやん、俺の気持ち。俺はこのトークだけで持ち切り誰が食うんだよ。あ、3つ食うって言って。やばい、マジくつい。なんか、誰か半分だけ食べて、半分食べる。俺食えるよ、別に。じゃあ、3人で食う。じゃあ力量見せてくか、うん、自分がいける、うん、まああの戻すのなしに一周考えてくれよ。チームだからね。それはお前分かる。さっきのひねくれた発言とか全言撤回で考えてくれ。まあまあそうな。受け取るのおかしいし、受け取んなかったらまだ言って。あー、そういうこと。ユーマは多分今あっちが受け取んなかったらどうしたらいいか分かんなくなってまだ言ってたよ。ユータロン、まあまあそうだな、が無駄になった。まあまあそうだな。もうこっからは地獄のタイミング、どこでやってんの。で、今あった唯一の解決策は俺が喋ってる途中にはいだったけど食い気味で。なんか いじめられてるみたいな。お前独創的すぎるわ。はい、パンクは次行きましょう。はい、ちゅうことでね、マクドナルドに着いたってことでハンバーガー系は3つだっけ。まあここはもう一戦あるから大事に行く。スパチキを1つとビッグマックの単品を1つ。あ、ビッグマックの単品2つでお願いします。はい、ありがとうございます。うまい木刀多いでしょ。好きな木刀を見飯きっかけに。はい、うわー、ハンゴーバーズや。ハンゴーバーズね、ビッグマックバーガーや。あ、俺ビッグマック無理だ、スパチキ俺食うわ。おお、ここでのビッグマックエグい。いただきます、スパチキ。俺辛いの食いたかったんだよ。うめえ、ビッグマック。うん、てめえさ、半分食っちゃったよ。おかしいですか。食うぞ、すごいおかしい。最近ハマってんだよ、ヤマトいっぱい食ってもらう。マジで嫌なの、俺なんだよ。ある、これは別に辛い企画じゃないでしょ。効率の良さってこと。効率の良さ食えねえよ、もうもうバカじゃねえの。できる。なんだよ、そのゴール。いや、ほんとユーマが良かった。ユーマだったら今すぐ切ってたよ。電話します。山本、顔認証じゃなくてデコ認証も早いんじゃん。誰がデコ認証。はい、ということでね、はい、マック食い終わりました。スターバックスフラペチーノ一杯。やばい、どこ、どこにある。あっち、あっちの方がガチ。いや、スタバ予想しないでしょ。ガチ。いや、オープニング言ってました。スターバックスフラペチーノ。みんな予想しないでしょ。綺麗だったよ。お前ほんと、お前もひねくれてるからよ。届けたので。以上で大丈夫です。はい。イエーイ。めっちゃ可愛い。どっちがお姉ちゃん。大丈夫、そんな出て。あ、めっちゃも来た。電話来た、やばい。様子伺いて。よー、チーム負け組。なんすか。大和個人の意見です、今の。さっきすれ違ったよ。視野狭えな。あんたらスタバ行ったんかい。あんたらがスタバ行く途中にすれ違った。うわー、ポイントはどこ。今ない。うわ、ポイント。ラスト、ラスト。でも今からスタバで買い物だから。え、それ何品目。3品目だから今からもうドライブスルー横来たのよ。じゃあちょっと頼むわ、頑張って。まずい。いや、まぜまぜドラゴンやん、これ。ちょいちょい、急がないと。そうよ、引こうよ。うわ、やばいんじゃないそれ。あー、悪魔ケンタッキーチキン8ピース。終わった。ケンタッキー行こう。負けたのか。え、マジ？なんかぼーっとするわ。うまーす。よろしいよ。待って、電話かかってきた。え、まずい。終わった。やばい。はい。おい。はい。終わったよ、買い物。食うも、食べるも、どうもこもねえ。もう勝てないんだったら、元も子もねえだろ。どういうこと、どういうこと。え、だって何？もう3個終わったんでしょ。いや、いや、俺ら終わってない。え？どういうこと？何の電話、さっきの。え、さっきのは、え、元気してるかって電話。いやいや、じゃあお前、電話の出だし紛らわしいわ、負け組は。いやいや、キモすぎでしょ。ヤマト、キモー。ええ、キモい、キモい。じゃあ、早く飲まなきゃ。早く飲もう、早く飲もう。負けでいい、ヤマト。いや、え、だってキモすぎだべ、さすがに。じゃあさ、マジで先に飲み終わった方が電話かけるって感じ。まあそうしよう、俺はもうあと5秒ぐらい行くぞ。やばい、バク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 、こっちも食ってますよ、バクバクバク。何なのお前らそのテンション。向かってんだよ、意外と遠かったんだよ、スタバ。まだ3店舗目。そう。うわー、余裕や、余裕や、もうティータイムやんけ。変なやつが来た。そう、変なやつが乗ってきちゃったんだよ。モンテスタマスターやん、絶対そっち側なら。イエーイ。裏じゃん、これ裏の50じゃん、これ。お前このショーキングジョーカーとベニザクラ混ざってるよ。マザイマザイドラゴンだって。いや、マザイマザイドラゴン関係ないでしょ。俺の友達の光しか言わない。
めんどくせえな、そうやってんのは。じゃあちょっと、家帰ります。家帰りますって。いやだってもう勝てないやん。いや勝つんだよ。無理だよ、お金のもったい経費削減しようよ。そうなの。勝ちに行けや。あ、もしもし。もしもし。はい。飲み終わりました。うい。うるせえ、かっせえ。俺は落とされて。振り落とされた。ロデオマシーンってこと？ハハ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 。カーテン越しに差し込む光に